もう潰しちゃったよ。先に準備したら、ガチャピを着てきました。おはようございます。ポンがまだ寝てますね。そこに朝から起きたらチャレンジをやります。おはようございます。お邪魔です。夏休みが終わり、日常生活始まりました。今日から給食かな。まだ8月末なんですが、今はだいたいいつも9月の初めからなんだけど、今年はちょっと早めに夏休みが終わって始まりますね。朝ごはん、サンドイッチ。ハムがないんだよね。卵のみサンドでいいかな。大あくび。いただきます。久しぶりにお友達と会ってどうだった？楽しかった。楽しかった。友達何人連れてきたっけ？4人。ワードウルフやった。なんか一人だけワードが違うの、うん、まずみんなお題を覚えるでしょ、うん、フレンチトーストとか、うん、一人だけ違うウルフがおるっちゃい、うん、で、話し合うのが3分、うん、で、もうお題、話題1とか話題2とか話題3があって、うん、話題1が例えばそれを食べるなら何をかけますかとか、うんうん、で、最後にウルフを投票するゲーム。あー、で、その投票者が少なかったらウルフの勝ち。うちやったことないよね、うん、他でやっても面白い。 iPad でもできるんじゃない？うん。そして今日はアチャピは楽しみな予定がありますね。うん。いとこちゃんとプールに行く。やっとね、ちょっともう夏休み明けちゃったけど、今日学校が終わって夕方から夜のお出かけってワクワクするよね。喉がやられてるので、今日はコーヒーじゃなくて紅茶にしよう。夏休みのお昼ご飯はコンビニのお蕎麦とラーメンで生き延びました。蕎麦とラーメンだけ？焼き蕎麦もあったね。ペヤングにも結構お世話になって。皆さんは何を食べてましたか、夏休み中？なんか毎日とりあえずおにぎり作っとけばいいやとか言ってたけど、もうおにぎり作る気力すらなく、この前のイベントでいただいたこれに換気がドハマりしてて、またうち別で取り寄せることにしました。大好きよねこれね。マジで美味しい。サンドイッチだけじゃ足りない秋ポン。朝の食欲ブラックホール、成長期やね。さて、おはよう。おもろいことできた。食べないの？行ってて、何か行く時間。バイバイ。気をつけてね。エンディングウェイクね。夏の洗濯物やばい。今日の洗濯おじさん働いてくれてますね。もうね、夏休みね、全然ジムに行けなかったの、忙しくて。この前久しぶりに行ったらもう本当に全身筋肉痛になっちゃった。今日またジムに行こうかなと思っております。あとこの子たちのシンク問題、これをちょっとどうにかしたいのでね、今日こそはいたずら防止マットを買おうかなと思って。今日からもう登れないからな、ここは。なんか危ないしね、いろいろと。
しんきさん、よろしく。我が家最近毎日掃除機おじさんがまた来てくれるようになったので片付けから始まる。ふるさと納税が届きました。地面に向かっております。もう残すところはあと明日までだよ。そう、もうね、このジムなくなっちゃうんです。寂しいよな。今日で最後ですね、ここ。頑張るぞ。結局こっちで見てそっちで探すの、ね、味くらいよ。はい、うわー、美味しそう。嬉しい。食べそびれたぶどう。うん、プッチプチ。そばと、これアジフライじゃない？そう、お寿司が2貫。いいね、このセット。やっと来ました。やっと来ちゃいます。もうママ食べ終わっちゃいました。ご立腹です。信じらん。さあ、敷いていってます。いたずら防止、危ないからね。キッチンは100均で買ってきました。結構痛いんじゃない、これ。なんだこりゃ、登れないじゃないか。とても登らんようにね。痛いだけね。さあ、どこまで飛ぶか。痛い思いっきり刺さった今。分かってないんだ、セリー。でも今の痛かったけん、多分もう一本来ない。そうだよね。あ、ラテ来た。適当にやってるね、なんか。もういいですか。はい、学校から帰ってきました。学校帰り、雨降ってたからめっちゃびちょ濡れで、さっきお風呂入りまして、ママが買ってきたおもちゃを紹介しますね。これ、はい、どうかな。100均のおもちゃ。100均。うん、ねお、ラテがタッチしてる。立ってる。今日のご飯は昨日の残りの肉じゃがをご飯にかけて食べるやつ。これ届きましたね、注文したやつ。あと40分ぐらいにいとこちゃんが
皆さんのうちは肉じゃがご飯にかけますか？うち大好きだよね、肉じゃがご飯にかけるやつ。昨日の残りって言っても結構残ってるから。りんくん食べよっか。ママもこれ食べていこうかな。すごかったね今日のゲリラ豪雨。うん、ね、何そうそう、今日雨の予報じゃなかったもんね。ママ暑いこれ。暑いね。1ミリとかなってたのよ。でちょこっとしか降らないだろ。もうそれどころじゃないもん。ねえ、13ミリとか変わってたからさ、ほんとシャワー状態。でママおかわりある？あるよ。食べる。6時頃来るってやっぱり。今からプールに行きます。銀はねちょっとまだママが一緒に入らないから見学ですね今日は。てか周りでうろうろして遊びましょう。まあ私よく失敗。うん、それチューって吸うやつ。どうです、ハサミがないと食べれんとか。あ、シャーベットペロある。俺そうだ、俺そうだ。うん、アチャピの方がいいかも。駄菓子買いました。卓球があるんだけど。卓球、卓球を借りました。台を。30分だからね。いいね、ここ自由に使っていい。あの大広間でございます。アイスクリーム。それ何？え、それ何？マシュマロ。あ、マシュマロ。ウィーン出てきたね。楽しすぎた。流れるプールでなんかね、ポーズを正解できたら勝ちみたいな。流れながら。うん、お寿司を今作ってる。あ、ああ、なんか取りった取りった。できてるできてる。おお、出てきた。おばさんねよ。大丈夫。取ろうか。そんな熱くないじゃん。ああ、美味しそう。全然泳ぐ。あ、ちょっと、あ、ちょっと。やっと夫婦の時間だね、めぐさん。もう寝るけどね。こんなおつまみいっぱい持ってきて。食べて寝る。なんか小腹空いた。ご飯食ってないっしょ、夜。めっちゃ汗かいたの、卓球で。めっちゃモフモフ映り込んでますけど。モフモフしか映ってないよ、セリちゃん。お顔映したら。キッチンに行けんもんね。多分セリは最初の一発目で痛かったんだよ。うん、もう二度と行こうとしない。多分向こうまで飛べると思ったんだけど飛べなかった。うん、うまっ。おやすみー。おやすみー。